メゴー号に別れを告げ戦いの傷を癒すルフィ達そこへフランキーが現れ一味のために新しい船を作りたいと申し出るルフィ達はフランキーの提案を喜んで受け入れ新たな船の完成と未だ戻らないウソップを待つことになったそこに突如海軍本部中将ゲ骨のガープが現れるガープは

赤髪のシャンクスの影響で勝手に海賊になったことに激怒していたシャンクスは俺の命の恩人だ悪く言うないやごめんなさいじいちゃんに向かって言うなとは何事じゃそもそも赤髪がどれほどの海賊かお前分かってるのかシャンクスはグランドライン後半の海に君臨する四人の大海賊四甲の一角を担う 強大な海賊であるると語るガープ。その四皇を食い止める力として海軍本部王家オオ七部会が存在し3つの勢力が拮抗することで世界の平穏は保たれているというさらにもう一人ルフィの肉親に衝撃的な人物がいることが判明するその人物とは革命家モンキー・ D ・ドラゴン ルフィの実の実父親だというドラゴンは世界政府打倒を目指す革命軍の頂点に立つ男であり知らぬ者はいない世界最悪の犯罪者であるあこれやっぱ言っちゃまずかったかの <laughs> 今のなしさてお前はわしの孫なのでこの島で捕らえるのはやめた 軍には言い訳しておくので安心しろその後一人の海兵がルフィの前に姿を現すお久しぶりです僕が誰だかわかりますか